はい、朝倉未来選手、本当お疲れ様でございました。なんかすごい試合を見てしまいましたね。あのロッキーとかね、クリードとか、ああいった作られたドラマも非常に、私たちを楽しませてくれて感動させてくれるものではあるんですけども、何のかけれもないね、本当にこう格闘技としての1分前後の戦いの中に、まあ、人生全てが入ってるなと思いましたね。いや私もね、あの50にしてやっとですけども、この格闘技界のほんの隅っこに入れていただいて、それと同時にですね、その朝倉未来選手が引退を表明すること、すごく自分の人生の中にも大きな振り返るべきドラマがあったなと勝手に感じております。まあ、私は50歳で入門したんですけども、同時に朝倉未来選手は30とか31で引退行くということでね、まあ、そのなんか底知れない才能の開花ってものを見たわけですけども、今後はね、あの朝倉未来を超える若手の朝倉未来というね、新しい格闘家の育成にちょっと力を注いでもらいたいなっていうところがあったりとか、もうまさに誰も文句言わないと思うんですよ、朝倉未来が格闘技界を仕切っていくっていうことに関してはね。だから大きな意味で新しい番長みたいな感じでね、なんかそのボクシングの竹原さんもガチンコで有名だったけども、YouTube でブレイキングダウンで自分を有名たらしめたのはやっぱり朝倉未来、格闘技界をまとめていってる人間だと思うんですよ。まあ、ですんでね、私の勝手な希望だとね、その格闘技界を今度は竹原さんのように YouTube を中心にあのなんかね作っていっていただきたいかなと思います。まあ、もともと町の荒くれ者がプロになって、その厳しさとか格闘技に対する恩義を感じて、恩返しのつもりで第二の人生を歩んでいくっていうのは、まあ、ガチンコファイトクラブの竹原さんもそうだと思いますし、多分これから朝倉未来さんもそうなるんじゃないかなと思いますよね。まあ、だからね、人生っていうリングの中で時にはストリートファイト、時には格闘家として、時にはマネージャープロモーターとしてっていう風に、まあ、全部が朝倉未来さんのねドラマチックな人生なんじゃないかなと思います。で、多くのライバルや敵に囲まれて、多くの仲間やファンに囲まれて、そして多くのアンチに囲まれてね、でもまあそれが朝倉未来の人生なんだろうなと、すごいスケールのでかいそんな人生を見せていただいて、私はねもう勝手ながら羨ましいなと思う、そんな引退の決断でしたね。潔いというか、あの引き際というかね、もう引退宣言まで私たちの格闘技ファンのお手本になったんじゃないかなというふうに思いましたね。すごかった、よかった。お疲れ様でした、朝倉未来選手。